皆さんお疲れ様です。カプリです。コメントをいただいてました。新しい人、いろいろ動画を見ていくと、美味しそうに食べている動画を見つけて気になって登録しました。ありがとうございます。今日は体調がいいのかなと思いました。また美味しそうに食べている動画を待ってます。お体お大事になさってくださいね。長々とすみませんでした。ありがとうございます。それとパボニ031-03、プラのナイフは大丈夫なの？プラスチックとかは大丈夫なんですね。キンキラキンにしたものがダメですね。まあ私の病気は、前にも言ったようにパニック障害と性障害と鬱もちょっと入ってますね。こうやって元気にしてるんですけど、元気にしてるから周りの人は何でもないじゃん、病気じゃないじゃんって言うんですよね。だけどちょっとそこが違うんですね。が難しいところなんですね。だから、まあ、こうやってね、これ朝買ってきたんですよ。2つ一緒にお昼飲もうと思って、こういう風なところに行ったりするのも本当はダダダダって行くんですよ。帽子かぶって顔見られないようにして、怪しげなに、なんか人みたいな感じで、やっとこう行けるような感じですね。まあ人それぞれなんですけど、そのねパニック障害っていうのもね、人それぞれの人それぞれのね病気の持ち方っていうのがあると思いますよ。エレベーターの中がダメだったりとか、私もエレベーターはダメなので乗りません。エレベーターはね、電車の中とか自分の車とかはいいんですけど、でも自分の車を運転してると発作が起きたりするので、自分が死ぬことを考えてしまうんですね。どうやってしたらいいかなとか考えちゃってるんですよ。ずっといけないことなんですけど、自分はどうやって死んだらいいのかなとか、死んだ後こう整理するよなとか、親が来て整理したり、兄弟が来て整理したりするよなとか考えてしまうんですよね。そんな時には誰かに電話したりとかしたい、もう電話魔みたいになっちゃうんですよ。誰かにつながりたい、誰かにつながってたい。
私は一人じゃない、一人じゃないんだ、一人じゃないんだってなんかね、誰かに電話したくなっちゃうんですよね。あんまり動画で言ったらいけないのかな。でも頑張って生きてますので、そう頑張らないと生きれない病気なんですよ。分かってもらえないと思いますけどね。そういう病気です。食べる動画ですけど、新しく登録してくれた方ありがとうございます。コメントもありがとうございますね。じゃあまたレビューします。今日も昼までボヨンとしてました。昼間とかね、私テレビつけないんですよ。朝とかテレビつけないんです。なんかね、頭の中がごちゃごちゃしてきて嫌なので、テレビつけないようにしてるんですね。テレビつけるのは夜だけ。なんか落ち着かなくて、だからなんか趣味があればねいいんですけどね。じゃあまた長々とすみません。またレビューしますね。じゃあね。